私たちが向かったのは義母に招待されていった高級料亭。そこへ行くと席が一つしか残っていなかったのだ。私の席は用意していないんですか？私がそのように聞くと、義母はニヤニヤしながらこう言った。これは家族の集まりなんだから、あなたの分の席を用意する必要はないじゃない。ああ、でも私たちの会計は支払いなさいね。そう言って義母は勝ち誇った顔をした。だが私ももう我慢の限界だ。他人の会計は払いませんよ。私の名前はのぞみ、30歳の会社員だ。夫のマサトとは結婚して3年になる。私たちは共働きでお互いを支え合いながら楽しく幸せに暮らしていた。夫は家事も分担してやってくれるし、仕事も頑張っている。私は彼のことを尊敬しているし、とてもいい雰囲気で夫婦生活を送れていると思う。そんな風に幸せな結婚生活を送っていたが、それでも悩みの一つはあるもので、しかもそれが結構私にとっては大きな悩みだった。それは義母の存在だ。夫の家は2人兄弟で夫は長男。そのため義母は長男である夫のことを溺愛している。夫は母さんは過保護すぎてちょっとめんどくさいんだよな、と言っており、マザコンではなく、義母の方が一方的に愛情過多な感じなようだ。長男が一番可愛いという感じなので、彼と結婚した私のことはもちろん敵とみなしている。しかも義実家から私たちの家までは車で20分程度。だから義実家に顔を出すようにしつこく連絡をしてくる。夫は基本的に忙しいと言って断っているのだが、月に1回は顔を出さないと今度は義母の方が私たちの家に突撃してくるので、仕方なく義実家を訪ねているという状況だ。義母が夫に構うだけなら気にしないのだが、義母は私に嫌がらせをしてくるからとても厄介なのだ。のぞみさん、お茶を入れたからどうぞ。まあ、あなたのはついでに入れた出がらしだけど、お茶の味はちゃんとするはずよ。ありがとうございます。酸っぱい。そこには大量のお酢が入っていたようで、ものすごく酸っぱくてまずいお茶だった。私が顔をしかめているのを見て、義母は腹を抱えて笑っている。あはは、その顔最高。本当にあなたっていじりがいがあるわよね。義母はそうやって唐突に予想していない攻撃をしてくる。そして普段は私を罵倒する言葉やけなす言葉を浴びせてくるのだ。しかも卑怯なことに義母は夫がいる前ではこういうことをしてこない。私と2人の時だけこうやって意地悪をしてくるのだ。最近の義母の私へのいびりは孫はまだか攻撃だ。のぞみさん、いつになったらあなたは子供を産むのかしら。私たちはまだお互いに働いていますし焦っていませんよ。それに子供は自然にできるのを待とうって夫と話しているんです。その自然なタイミングが全く来てないんじゃないのよ。あなた欠陥品なんじゃないの。え？そうに決まってるわ。本当にマサトはあなたみたいな嫁をもらってかわいそうね。義母はそんなひどいことを当たり前のように私にぶつけてくる。どうしてそのようなことを言われなければいけないのだろうか。まず、夫が長男だからって私に奪われたみたいに感じて、勝手に敵視してくるのもおかしいし、ありえない発言を直接ぶつけてくるのも大人としてありえない。私はこんな風に攻撃してくる義母に正直参ってしまった。夫に相談しようとも思ったのだが、夫はその頃昇進したばかりでかなり仕事が忙しかった。だから余計な気苦労を与えてはいけないと思ったのだ。自分で何とかしなければ。私はそれからというもの、いろいろと試してみた。義母を褒め倒したり、逆に嫁いびりに対して言い返してみたり。
だがどれも義母の神経を逆なでするばかりで、全く効果がなかった。そんな中、義弟が結婚するという報告を受けた。私は義弟の結婚を素直に祝いながらも、義弟嫁を少し哀れに思った。嫁いできた先の姑があんな非常識な嫉妬ババアだと、きっと義弟嫁も面倒な目に遭うだろうな。その後、義弟は無事に結婚し、結婚式を挙げた。奥さんはとても美人で、なんと元モデルだという。プロポーションも綺麗で、ウェディングドレス姿は結婚雑誌の撮影でも始まるのかと思ったほどだ。そしてその後、義弟が結婚してから初めての正月がやってきた。義実家では正月に親戚が集まり宴会を行う。私は義弟嫁もきっと義母からこき使われていびられるのだろうなと思った。辛そうにしてたら私がサポートしてあげなきゃ。そんな風に考えていたのだが、実際に正月を迎えてびっくりした。舞さん、こっちで一緒に飲みましょう。はい、お母さん。なんと義母は義弟嫁には一切宴会の準備をさせず、さらには優しく接しているのだ。本当に舞さんはとてもいい子で可愛くて自慢の嫁なんだよ。何をやらせてもダメな長男の嫁とは大違いさ。舞さんだけで嫁は十分だよ。そんなことを親戚たちに言う義母。私は怒りと恥ずかしさでいっぱいになった。どうやら義母は元モデルで、みんなから羨望の眼差しを受ける義弟嫁と一緒にいることで、自分がまるで注目を浴びているような気分になっているようだ。だから義弟嫁のことがお気に入りのようだ。一方で私には相変わらずで、台所で二人きりになると嫁いびりをしてくる。あんたは本当に気配りができない人だね。グラスが空いている人がいたら、すぐに酒を注ぎに行きなさいよ。舞さんみたいに綺麗じゃないあんたには、家事を頑張ることくらいしか取り柄がないでしょ。子供も産めない馬爪が。さっさと動け。こんな風に私と義弟嫁でものすごい格差を出して接してくる義母。本当にわかりやすい人というか、こんなにもあからさまに態度を変えられるって逆にすごいと思う。私はそれ以上義母を刺激しないように、適当に聞き流して宴会場に戻っていった。私が義母から離れた席で食事をしていると、近くに座っていた親戚の人たちは私を励ましてくれた。あの人は本当に都合がいい人というか、態度をあからさまに変えてくる人よね。あなたも苦労してるわね。今は酒を飲んで上機嫌だから、今のうちにあなたも料理とお酒を楽しみなさい。ありがとうございます。こんな風に夫の親戚には優しい人たちもいるので、私はなんとか義母からの仕打ちに耐えられている。だがそんな中、さすがに耐え難い出来事が起きた。それはある日のこと。夫のもとに義母から電話が来た。え、父さんの還暦のお祝い？ええ、そうよ。家族みんなで集まってお父さんのお祝いをするの。もちろん来てくれるわよね。ああ、行くよ。それじゃあ、のぞみさんにも来るように言ってくれるかしら。わかった、予定を聞いてみるよ。義母は声が大きいので、夫の電話口から普通にこちらにも内容がわかるくらいに聞こえていた。聞こえてたと思うけど、のぞみはどう？来れそう？私はかなり悩んだ。できる限り、私は義母とは顔を合わせたくなかった。しかし、義父の還暦祝いに私だけ参加しないというのも角が立つだろう。絶対に義弟夫婦は誘われてくるだろうし、そうなると長男の嫁である私だけが不参加となってしまう。まあ、義母は夫がいるときは私をいびってくることもないし、嫌な思いをすることはないだろう。私は参加すると夫に言って、その後二人で義父の還暦のお祝いの品物を買いに行った。
それから2週間ほどが経ち、あっという間に義父の還暦祝いの日がやってきた。18時30分からだと聞いたので、私と夫はその時間に合わせて食事会の会場へ。私たちが向かったのは義母に招待されていった高級料亭。到着して個室の部屋に案内されると、すでに他の義家族はみんな揃っていた。あ、もうみんな来てたんだ、早いね。夫がそう言うと、義弟が、いや、今日は18時からって母さんから連絡が来てただろう、と答える。え、18時30分からだろう。夫は目をパチパチとさせながら私の方を見る。私は、ええ、お母さんから開始時間についての電話が、おととい私のとこに来たけど、18時30分からって聞きました、と言った。すると義母は、私はちゃんと18時からって言ったわよ。のぞみさんが勘違いしたんでしょ。と怒り出した。まるで私のせいみたいな言い方しないでほしいわ。私はこの時はめられたと思った。義母は私を悪者にして、みんなから非難の目を向けさせようとしたのだ。まあまあ別にいいだろう。料理がなくなるわけでもないし、こうしてみんな揃ったんだから早く始めようじゃないか。主役である義父がそのように言ってくれて、とりあえずその場は収まった。私と夫は席が空いている端っこの方へと歩いていった。しかし私はあることに気づいた。そこへ行くと席が一つしか残っていなかったのだ。まさか、この食事会を企画したのは義母だ。あの義母が夫の分を用意していないはずはない。これはつまりわざと私の席を用意しなかったのだろう。おそらく私たちに嘘の時間を教えたのも、私たちが必ず最後にここに着くようにしたかったからに違いない。私の席は用意していないんですか？私がそのように聞くと、義母はニヤニヤしながらこう言った。あれ？もしかして一つ席が足りなかったの？ごめんね。私は全員分の席を用意してもらったつもりだったんだけど、間違っちゃったのかしら。わかりやすい嘘をつく義母。夫は、どうにか席をもう一つ用意できないか聞いてくるよ、と言って部屋を出た。私もこの部屋にいるのが少し気まずかったので、部屋を出て夫が戻ってくるのを待った。するとなぜか義母も部屋の外に出てきた。義母はここが二人きりになれるチャンスだと思ったようだ。あなたの慌てている顔、傑作だったわ。こんなことして恥ずかしくないんですか？お父さんや夫にバレたら怒られますよ。ああ、バレるわけないでしょ。私があなたをいびっていることは気づかれないようにしてるんだから。そうですか。でもまさか席を用意しないとは思いませんでした。だって嫁は血のつながらない他人よ。これは家族の集まりなんだから、あなたの分の席を用意する必要はないじゃない。舞さんはどうなんですか？あの人も嫁ですが。あの子は特別よ。あの子がいれば私もちやほやされるんだから。そうですか。もういいです。たとえ席を追加できたとしても私は帰ります。当たり前よ。誰があんたの参加を許可するもんですか？ああ、でも私たちの会計は支払いなさいね。そう言って義母は勝ち誇った顔をした。だが私ももう我慢の限界だ。義母の言いなりにはならない。何バカなこと言ってるんですか？他人の会計は払いませんよ。私がそう言うと義母は顔を真っ赤にさせた。バカってあんた、姑に向かって何を言ってるのよ。いやいや、お母さんが言ったんじゃないですか。嫁である私は他人だって。それともお母さんは他人の飲食代を支払うんですか？そんな成人のようにはとてもじゃないけど見えませんが。いいから支払いなさいよ。しつこいですね。
私はもう帰りますから。そんな本当に帰る気？義母は私が帰ろうとすると本気で焦り出した。まだ何かあるんですか？お母さんが私を追い出したんですよ。今日は私がおごるって言ってるのよ。だからこの食事会の費用は私持ちになってるの。へえ、それってつまり私にお金を出させるつもりでそんな見栄を張ったんですか？そうよ。だからあんたにはお金を支払う義務があるの。ありえない理屈だ。私はバカバカしくなり、もう帰りますと言って入り口へと向かった。義母はわーぎゃー言っていたが、無視をして料亭を出た。それから5分ほど経ち、夫から電話が来た。のぞみ、どこに行ったんだ？なんか勝手に帰って行ったって母さんが言ってるんだけど。もう私耐えられないわ。え、何がだよ。今から送る音声を聞いたらわかるわ。私はそう言って電話を切り、私はさっきこっそり録音した義母との会話を夫に送った。実は私は夫に相談せずに自分で対処しようと思っていたので、義母と二人きりになった時に必ず録音アプリを起動するようにしていたのだ。私が音声を送って少し経ってから、夫から「俺に任せておいて」とメッセージが来た。夫がそう言ったので夫に任せて私は家に帰ることに。それから30分後、夫から「母さんのことを追い出したからこっちに来なよ」と連絡が来た。私は言われた通りに料亭へ。そして個室に入ると、夫と義父と義弟が私に謝ってきた。のぞみさん、あのバカ嫁がひどいことをしていたことに気づかなくて本当にすまなかった。お姉さん、すいませんでした。俺ももっと注意深く母さんを見るべきでした。のぞみ、今まで辛い思いをさせて本当に申し訳ない。俺が一番お前のことを守らなければいけなかったのに。義実家の男性陣がそのように謝ってくれて、私は少し気が晴れた。夫の話によると、夫は音声をみんなの前で再生し義母を問い詰めたようだ。言い逃れできない証拠だったので、義父が大激怒し義母に離婚を告げて追い出したようだ。ちなみに義母は舞さんに助けを求めたそうだが、舞さんは私に優しくしてくれた理由にそういう裏があった以上、もうお母さんのことは信用できませんとバッサリ切ったそうだ。そして義母は誰も味方をしてくれず、どうしてあの女の言うことを信じるのよと叫んだようで、それを受けて義父が、いい加減にしろ、お前とはもうやっていけん、離婚だと言って追い出したらしい。義母がいなくなったので一人分の空きが出て、私が食事会に参加することができ、私たちは平和に義父の還暦のお祝いをした。義父は私と夫が選んだプレゼントをとても喜んでくれて、楽しい時間が流れた。支払いは私たち夫婦と義弟夫婦で半分ずつ出した。その後義父は本当に義母と離婚したそうだ。義母は夫や義弟に助けを求めたが、二人とも義母には幻滅しきっていたので無視を貫いた。ずっと専業主婦だった義母は現在は最低賃金のパートをしながら、ボロいアパートに一人寂しく暮らしているそうだ。やっぱり嫁いびりなんてするもんじゃないと、私は義母の末路を見てそう思った。今後もし子供が生まれて将来的に嫁という存在ができたら、私は義母のようには絶対にならないようにしよう。とりあえず今は平和になった私たちの夫婦生活を思う存分に楽しもうと思う。嫁の席を用意せずにその食事代を嫁に出させようとするなんてありえないですね。本当にくだらない嫁いびりなんかして呆れてしまいます。結局それが原因で離婚を突きつけられてしまっていますしね。義母は自業自得だと思います。主さんは素敵な旦那さんと
これからも幸せな日々を送ってくださいね。ご視聴いただきありがとうございます。本日の物語はいかがでしたか？チャンネル登録よろしくお願いいたします。では、次の物語でお会いしましょう。